はい、どうも。昨日のミヤネ屋で、統一教会と自民党の爆弾が落ちましたね。多分おそらくプチ爆弾だと思いますけど、一応落ちましたので、ほんの少しだけ日本が良くなるかなと思いまして、その内容がですね、自民党の国会議員なのかな、国会議員になった人は、国会議員になった人は、自民党の党員を集めないといけないんですよ。で、おそらく1年でノルマ1000人で400人ぐらい自民党の、国会議員がいるとして40万人いるんですよ。必要なんですよ、新しくね。で、無理なんですよね。で、それ集めないと、1000人集めないと、まあ、1人につき、2000円の罰金なんですよ。全部1000人集めなかったら200万円の罰金なんですけど、で、それは受け入れるっていう議員が多分ね、いて、そういう人は、頑張ってない人は氏名公表するからっていうので、頑張ってないよっていうので、あれなんですけど、で、その結局党員が集められないから、どうするのかっていうとですね、共産党じゃないや、統一教会の会員に、統一教会の会員なのか、統一教会に頭を下げて、党員を集めるノルマがあるので、自民党の党員になってくださいって言って、統一教会の信者をですね、自民党の党員にしてたんですよ。っていう、プチ爆弾が落ちまして、自民党の党員って今、100万人ぐらいらしいんですけど、僕の印象ですよ。じゃあ自民党の中身ほぼほぼ統一教会じゃんみたいな。じゃあ統一教会が自民党の中で過半数占めてるから、まあ普通に考えるとね、人数的に過半数占めてるから、もう意思決定は統一教会じゃんみたいなね、感覚が僕の中ではあるんですが、実際はわかんないですけど、安倍さんが力を持ってる、安倍派がですね、相当力が強いのは間違いないらしくて、となるとですよ、安倍さんといえば統一教会じゃないですか。だからもう自民党の中はもうほぼほぼ統一教会みたいな感じなのでしょう。ちょっとびっくりしたけどね。はい。まとめますと、自民党の中身はほぼほぼ統一教会なのではないかというのでね、ちょっとまとめてみました。今、車でゴミを捨てに来る人が目の前通ったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、いいです。あることです。はい。今回は以上です。